はいどうも、ギタープラネットハインドフロの松本です。本日の入荷3本目でございます。ちょっと疲れましたね。はい、ジェームスタイラーギタージャパンが入荷いたしましたので開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープン。おお、ブルーバーストいいですね。ブルーバーストはいいです。王道です。いや、いいですね。キルトトップのこの何でしょうね、揺らめく水面のようなキルトが非常にかっこいいです。ジェームスタイラージャパン、スタジオエリート HD、トランスペアレントブルーバーストでございますね。今回はボディにナチュラルバインディングが施された個体になっておりますね。この輪郭がパキッとはっきりして、これはこれで非常に人気のあるかっこいい仕様になっております。マッチングヘッドで王道の仕様になっております。スペックを見ていきましょう。はい、ジェームスタイラーギターズジャパンスタジオエリート HD ボディウッドマーム用でございますね。ボディトップはキルトメープルで、ネックはクォーターソーメープル、指板はイーストインディアンローズットになっております。ネックシェイプはエキストラシン59細いタイプで、ピックアップは SSH 配列 JTS5500JTS5500 スーパーという王道のマッチングになっております。コントロールは通常の HD と同様でございまして、マスターボリューム、マスタートーン、バイパス、ボタン、ブースト量の調整に 5A セレクターというシンプルな、設定になっております。ハードウェアは、G2TS タイラーサドルのトレモロユニットとヒップショットロッキングチューナーがついております。でしょうか。いや、これはもう王道間違いなしの一本でございますね。いや、ブルーバーストというのはですね、単純なブルーの3バーストというよりかは、タイラーのこの塗装はちょっと特殊でして、真ん中あたりはなんでしょうね、ちょっと緑っぽいんですけれども、バーストから、端っこの方はかなり深い青になっております。いや、いい木目でございます。ブルーバーストというのはですね、いつの間にか入荷していつの間にか、消えていく、そんな月光仮面のような、ギターなんですけれども、非常に人気の高い一本でございますので、お探しだった方も多いんじゃないでしょうか。本日から店頭展示開始いたします。気になる方はぜひお問い合わせお待ちしております。よろしくお願いいたします。